昨年までは輸入のお肉もこちら、使いが一部ございましたが、円安の兼ね合いで輸入のお肉が大変高くなりまして、国産牛のものと値段が変わらなくなってきました。豚肉の細切れも去年は100グラムあたり100円ほどでしたが、30円ほど高くなっています。 他にも桃や梨なども例年と比べますと1割から2割弱高くなっているものもございます今年の暑さは桃や梨の大きさや形に影響を及ぼし出荷量が減り価格が高騰しているということです一方暑さのおかげでお値打ちになっているものも夏野菜に関しましては相場が比較的安く販売できております特に トウモロコシやオクラなど、そういった商品は、例年と比べましても、2割ぐらいは安くなっているかなと思います。雨が少なく、日照時間がしっかり確保されたことから、夏野菜は順調に育ち、価格が安定しているということでした。